んこんにちは、エトピリカ大阪店です。本日はハルマヘラオハナインコの紹介をしていきたいと思います。この子はハルマヘラオハナインコの女の子です。誕生日が2019年5月17日生まれで、出身がフィリピン出身の子になります。とっても可愛い子になります。オオハナインコは他のインコオウムと違い、なんと見た目だけでオスメスがはっきり分かる種類です。メスは赤色、オスは緑色になっています。そしてオオハナインコはたくさんの種類があり、ニューギニアオオハナインコ、ハルマヘラオオハナインコなど他にも亜種がたくさんいます。その中でもよく見かけるニューギニア、ハルマヘラの違いを軽く説明したいと思います。今ご紹介している子はハルマヘラオオハナインコです。そして隣に出ている写真の子はニューギニアオオハナインコになります。ご覧の通り腹部の羽が、ニューギニアは青色、ハルマヘラは紫となっており、色の分かれ具合も違います。そしてニューギニアには青いアイリングがあります。ハルマヘラの尾羽は裏側が黄色になっていて、さらにハルマヘラは体が大きい子が多いと言われています。性格の違いはさほどないのですが、ハルマヘラは優しい子が多いと言われています。基本的にすごい寡黙な子と思われがちなんですが、実はとってもおしゃべりな種類です。で、案外陽気な性格の子が多く、とても人大好きですね。この子はにぎころもできます。一度好いた人には基本的に何をしても許してくれます。このようにおいでおいでと呼ぶと歩いて寄ってきてくれます。ただ手になるのはじらしがちです。今回の動画ではおしゃべりは撮っておりませんが、とっても可愛い声でおしゃべりします。しゃべり声が気になる方はぜひ会いに来てくださいませ。